塩尻市瀬場の長光寺では先祖を迎え入れるため朝から多くの人たちが墓参りに訪れました。塩尻市では先祖をあるユニークな方法で迎えます。家族全員でお墓を掃除した後、おじいちゃんが納骨室の蓋を開けました。はい、じいちゃんばあちゃん、そしてはい、おんぶしてってください。おんぶ、これくらいにしておじいちゃんとばあちゃんがいるんで、ここにそれをおんぶして家に連れて帰ります。迎えに来ました。だから今おじいさんの背中にはご先祖様がいらっしゃる。そうそうそう、先祖はおぶられたまま山を下り、寺の駐車場まで来ました。はい、乗せて。ここでお盆が過ぎるとまた連れて戻ってくるんですよ。塩尻市では先祖をおぶって家に迎えるという風習があります。ただ、すべての家で行われているということではないようです。うちではやらないですね。あとは自宅の前で迎え火を焚いて。こちらの家族はどうでしょう。灰の木を持って降りるんだけども。よし、はい。先祖を宿した萩の枝をおぶるように家へ連れ帰ります。迎え方はそれぞれですが、先祖を敬う気持ちは同じです。